ルプツオフスクの紋章ルプツオフスクルプツオフスクはロシア、西シベリアのアルタイ地方南西部にある都市。人口は2009年の推計で155,366人。帯川の市リューアレー川沿いに位置する。州都バルナウルからは南西へ281キロメートル。ロシアとカザフスタンとの国境に近い。バルナウルとカザフスタンの攻めを結ぶ鉄道や道路が、通る。 周囲はステップとなっている。気候は大陸性気候で、1月の平均気温はマイナス17.5度と低く、7月の平均気温は20.5度に達する。年平均降水量は370ミ、mm、リメートル。1886年にルプスオボ村ができ、後にルプスオフカ村と解消された。ルプゾボという地名は、ボルガ川流域のサマーラ県からこの地へ来て、村を築いた。 最初の入植者であるミハイル・ルプツオフの名にちなんでいる。1892年には住民に対して土地使用の権利が認められた。この年がルプツオフスク誕生の年とされている。1915年にはノボニコライフスク・バルナウルセミパラチンスク間の鉄道が開通し、沿線のルプツオフカは発展の機会を得た。この鉄道は後にトルキスタン・シーベリア鉄道の一部となっている。 1927年には、現在の地名であるルプツオフスクと改められ、死の地位を与えられた。第二次世界大戦中には、オデッサの農機械工場やハリコフのトラクター工場が、ルプツオフスクに疎開してきた。この結果、1939年には1万8000人だった。人口は、1959年には11万1000人へと、増加している。第二次大戦後には、 捕虜となったドイツ兵や日本兵の収容所が置かれた。新種ミハイル制度ルプスオフスクにはドラマ劇場や博物館などの文化施設が揃う。市内には1906年に建てられた木造の新種、ミハイル制度が保存されている。市内の高等教育機関にはバルナウルにあるアルタイ技術大学の分校などがある。市内の大きな工場には農機械工場、渋谷グロマーシュ、 および、トラクター工場、JSC、アルトトラックがある。その他農業用機械工場、自動車関連工場、機械工場などが立地する。また、軽工業や食品工業などもある。ありがとうございます。